ジオラマベースのお話をします。まず粘土を盛りましょう。そのままでは剥がれやすいので表面を400番のヤスリで洗っておきます。粘土は木工ボンドを塗ってから貼りましょう。端が剥がれやすいのでしっかり隅まで伸ばしておきます。こんな感じで貼り付けて伸ばしていきます。この粘土の役割は細かい地面の起伏を再現することです。茶色の粘土ですが土を再現するためというわけではありません。続いてタイヤなどを使い輪立ちをモールドしておきます。使用後はラップに包みチップロックなどに密封しておくと長持ちします。土の質感をタミヤのテクスチャーペイントを使って再現してみます。古い筆なので叩くように塗り付けていきます。土の表現は本物の土を撒く方法もあります。またご紹介したいと思います。側面もテクスチャーペイントでカバーしてしまいましょう。調色スティックやヘラを使って平らにしておくと見栄えが良くなると思います。塗り終わったら1日は乾燥させておきましょう。翌日、地面の質感を高めるためミスターウェザリングカラーで着色します。ヘラを使った沈殿物を取り出し自分で濃度を調整しながら塗ります。濃度調整には専用の溶剤を使いますがこのような小瓶に移しておくと使いやすいと思います。暗い色のグランドブラウンをへこんだ箇所に塗っていきます。次に溶剤を使って境目をぼかしていきます。凸部も色を塗ってみましょう。サンディウォッシュを使います。2つの色を混ぜることができます。混色をしてみましょう。混ぜた色を凸部に塗っていきます。境目を溶剤でぼかしてなじませておきます。いかがでしょうか。以上で地面の完成となります。簡単ですよね。草を植えます。草の素材は鉄道模型のフィールドグラスを使用します。3色を混ぜて使ってみたいと思います。トランプをシャッフルするようにこのように混ぜるとうまくいくようです。これをデザインナイフでカットします。必要なのはこのまっすぐな切断面です。地面に木工ボンドをたっぷりと塗りつけまして切断面を保持したまま直接立てていきます。倒れそうになる場合は何かで支えておいてください。これなら穴を開けて刺す必要はありませんよね。簡単ですよね。20分もあれば背の高い草原を再現することができます。さあ草植え作業で重要なのは生え際の処理です。ここが肝心です。最初に撒くのはコーヒーの出汁殻です。フライパンで煎ったものです。これを生え際に巻いていきます。次は同じく鉄道模型のカントリーグラスという商品、枯葉色を使います。さらに同じカントリーグラスの緑色系を巻きます。同じ場所に上から巻くのがポイントです。最後に短い草を巻きます。余ったフィールドグラスを集めて小さく刻んでおきます。これを上からパラパラと散らしていきます。草って枯れると腐敗して茶色になっていきますよね。
先に枯れた下層の部分から腐っていき茶色になっていく。上は新鮮だから緑のままです。茶色いコーヒーの出汁殻から順に巻いたのはそういう理由です。次に水で溶いた木工ボンドで接着をします。この時少量の洗剤を入れておくのがコツになります。表面張力を抑えて浸透しやすくします。スポイトで吸い上げて直接垂らしていきます。洗剤が入っているとスイスイと染み込んでいくと思います。このくらいびちゃびちゃでも全く問題はありません。いただき物のドライフラワーなどもあしらっておきます。植える際は株を意識してある程度まとめると良いと思います。最後に生え際と地面をなじませるための塗装を行います。グランドブラウンを飛沫で塗装するのです。これで一気に馴染んでくると思います。乾燥したら息を吹きかけて固着していないものを吹き飛ばします。余分なはみ出し部分をカットしておきましょう。ハサミをこの向きに入れてすき込む感じで切っていきます。長さを不揃いにまんべんなくハサミを入れていきます。固着できていないフィールドグラスを取り除いておきます。水溶きボンドを流し最後の補強を行います。以上でベースは完成です。デカールの貼り方をご紹介します。キット付属のデカールを貼ります。用意するのはぬるま湯もしくは水です。ちなみにマークセッターとソフターの違いなんですが、セッターはこのように糊が入ってるんですね。これが一番の違いです。ソフターはデカールを柔らかくするだけの軟化剤になります。さあ貼っていきましょう。まず印刷部分を切らないように丁寧にカットします。水につけます。台紙に水が染み込んできましたらペーパーナプキンの上に置いておきましょう。ずっと水につけていてはいけません。しばらくしてこんな風にできるようになれば準備完了です。マークセッターを塗って貼り付けます。位置を微調整して水で湿らせた綿棒を使って中心から外側に向けてしっかり密着させていきます。出来上がりです。このキット塗り分けの難しいペリスコープなどがデカールになっています。テールライトなどはエナメル塗料で塗り分けていくことになります。デカールなどの保護として反光沢を吹き付けておきます。汚し塗装を行います。クリアが乾いたら汚しを行います。ミスターウェザリングカラーを使いましょう。ヘラで底の沈殿物を取り出し溶剤で好みの濃度に希釈して使います。最初は少し濃いめにしてオウブや突起周辺などに塗っていきます。墨入れと似てはいますが、違いは影をつけたい箇所に塗っている点ですね。これをピンウォッシュと呼び、強制的に影を描くことで塗粒を際立たせる方法になります。5分ほどしたら100円均一で買ったメイクスポンジでぼかしていきます。この時メイクスポンジに溶剤を含ませておく必要はありません。ミスターウェザリングカラーは油絵の具と似ており、乾く前でしたらこのようにこするとふんわりとぼかすことができるのです。これが大きな特徴です。続いて平筆に溶剤を染み込ませます。そのままではびちゃびちゃですので紙にとって調整します。指に塗った時少ししっとりするぐらいがベストだと思います。
この筆でメイクスポンジが入らなかった狭い箇所を処理しておきます。隙間に向かって押し込むように筆を動かすとうまくいくと思います。包帯などの傾斜面は雨だれ汚れを描くとリアルになります。やり方は簡単。まず普通にグランドブラウンを塗りつけます。縦方向にスポンジで払っていきます。そして溶剤を染み込ませた筆で縦方向に軽く撫でます。こうすると細い線が伸びて雨だれ汚れが簡単に再現できるというわけです。次は車台下部を汚してみましょう。グレイッシュブラウンを使います。ドバッとベタ塗りしてください。ただし縦方向に筆を動かしましょう。こういう箇所は少し慎重に作業を行います。塗り終えたら溶剤をつけた筆でパタパタパタッと伸ばしていきます。ご覧ください。ちょっと乾くと境目がくっきりと出てきますよね。これをメイクスポンジでぼかすのです。この工程結構大切です。次にヘラを使って飛沫を飛ばします。少しこすってぼかしておきます。それからもう一度飛沫を行います。この2段階処理が決め手なのです。汚しのリアリティはつける、なじませるの繰り返しで生まれます。たった一色でもいろいろな表情をつけることができるというわけです。次にグランドブラウンで湿った汚れを再現します。主に奥まった場所に対して色をのせるように塗ってみましょう。境目を溶剤でぼかします。先に塗ったグレイッシュブラウンも溶けてしまいますが、溶かして混ぜるぐらいの感覚で筆を運んでも構いません。これも飛沫をペシペシと飛ばしておいてください。そしてまた溶剤でぼかしておきます。よく見える場所は丁寧に小さく書き込んでみましょう。小さくにじませて細密にして情報量を増やしておくと良いと思います。タイヤですが、まずはグレッシュブラウンを塗布します。凸部分の塗料を取り除きます。溶剤付きの筆で表面を払う感じでいいと思います。こんな感じで色が奥まった箇所に残っていれば OK です。次にグランドブラウンを中心部などの土が湿ってそうな箇所に塗ります。境目を溶剤付きの面相筆でこちょこちょとぼかしていきます。面相筆で細かくぼかすとランダムな感じになって雰囲気が増します。接地面はグランドブラウンをベタ塗りしましょう。側面部分にもランダムに色を加えておきます。8つ塗り終えました。車軸に接着剤を塗りつけまして取り付けていきます。以上で出来上がりです。ワイヤーロープは鉛筆でメタル感を出します。 M2 重機関銃も黒で塗りつぶしておいて鉛筆で磨いてみます。最後にメイクスポンジですれば OK です。方向も鉛筆をこすっておきます。おすすめなのが車体のエッジです。鉛筆で磨くと鉄の存在感が出ますよ。排気管の汚れはタミヤウェザリングマスターの B セットを使います。こ
ちらのすす汚れをすり込んでおきます。車両の動きですすは後ろに流れてつくようですので、それを再現しておきます。取り付けと仕上げです。地面を飾り台に貼り付けます。使うのは木工ボンド。車両の位置を合わせてみます。タイヤが浮いてますよね。これはちょっとダメだと思います。印をつけまして、100円均一の安い彫刻刀で掘ってしまいます。最初から厳密に位置を決めておいても良いのですが、アバウトに作って後で掘っても全く問題はないと思います。気楽に行きましょう。こういう大雑把なことも受け入れられるのがジオラマの楽しいところだと思います。いかがでしょうか。ちょっと重量感を演出できましたでしょうか。固定は G クリアを使います。あとはこのまま放置しておけば OK です。1時間ぐらいでこの通りになります。がっちりです。最後にタイトルプレートをつけてみましょう。箱のロゴマークを活用してみます。ハサミで大まかに切り出して、こんな感じで置いてみましょう。続いてナイフできっちりと切り出し、プラ板に写し取ります。プラ板は切り目を入れたら折りましょう。これできれいに取れます。こうやって貼り付けて少し高級感を出そうというわけです。接着は木工ボンドで大丈夫です。側面を塗っておきます。半光沢を吹きつけてコーティングを行います。木工ボンドで所定の位置に貼り付けましょう。ボンドがはみ出したら水で濡らしたペーパーナフキンで拭き取ります。以上でタイトルプレートの完成です。フィギュアを接着して、これにて完成となります。いかがでしたでしょうか。車両の塗装やウェザリング、小さなフィギュアの塗装にベースの製作とたくさんの工程がありましたね。ジオラマは完成形が見えないのでモチベーションが保ちにくいのですが、出来上がった時の達成感は苦労の分だけひとしおだと思います。ぜひ皆さんも味わってみてください。それではご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。